またバッテリー切れちゃった。なんででしょうね。バッテリー、今回は純粋なバッテリー切れかもしれませんね。まあ、あの特許柔らかジューシー製法でとろっと柔らかくと書いております。じゃあね、今度はね、卵を混ぜたところで、これが美味しいんですよね。卵かけご飯と同じような風味しますからね。いや、すいません、なんか時々切れ切れで、ほら、黄色いのと黒いのと白いのとで、いただきます。うん、卵と絡めるとさらに、うん、コク豊か。うん、でね、カップラーメンを食べてると体に悪いっていう風に、インスタントラーメン良くないって言われますけども、インスタントカレーはもう体に悪いですかね。ちなみに言うと、あのレトルトあるじゃないですか、あれもインスタントといえばインスタントですからね。どうなんですかね、やっぱ体に悪い気がしますよね、食べ続けると。で、生野菜サラダとかなんかヘルシーなような気がしますよね。まあでも保存料とかなんとかっていうのが本来はなくてもいいものを長持ちさせるために無理やり入れてるから、ちょっと良くないんじゃないかなって気は、うん、確かにします。まあでもね、これだけ食生活豊かになると、いろんなものがあって体に悪いとか言いながら寿命も伸びてるしな。うん、そういえば古畑任三郎というね、刑事ドラマでおなじみの田村正和さんってお亡くなりになったんですね、77歳。うん、私の両親もそのぐらいの年齢です。大事にしなくちゃなと思いますね。じゃあ今日はカレーテイク4でやっと完成です。ありがとうございます。いただきます。